やあみんな、元気にいたずらしてるか？今日も始めるぜ。せーの、ゾロリの部屋。毎回ゲストを呼んで、いろんなお話や夢を聞いちゃったりするこのコーナー。今回のゲストは、私ネリー。みんな、こんにちは。久しぶりだな。魔法の国の冒険じゃ、毎日のように会ってたのにな。大変だったけど、とっても楽しかった。だな、いろんなことがあった。あれからまた魔法学校に戻って勉強してるんだよな。うん、ゾロリさんと同じ。夢のために私も頑張ってるよ。サクタネットででっかくなっちゃったり、ドアノブが勝手に動き回るようにしちゃったり。お前たち、あ、たまに失敗しちゃってるけど。失敗がなんだ。夢ってやつは強敵だからな。何度だって立ち向かっていこうぜ。だ、失敗はゾロリ先生の得意技だ。何度失敗したってへこたれないだよ。それ褒めてるんだよな。大丈夫、私も絶対にめげたりしないわ。そんなネリーちゃんの夢は、お花で世界を平和にすること。だな。戦争で使われるような武器を全部お花に変えちゃう魔法、きっと使えるようになってみせるんだから。俺様も信じてるぜ。あ、そういえばブーデル博士が会いたがってたぞ。お花とお芋、手を取り合えるんじゃないかってさ。素敵。でも私、いろんな人に手伝ってもらってばかりで。逆だぜ、みんながネリーちゃんの夢を応援したいって思ってるのさ。私の夢を応援？ああ、心の底からその夢を信じてるネリーちゃんだからこそな。俺様だって今回みたいにいつでも手伝うぜ。んだ、ゾロリさん、みんな、ありがとう。私、絶対夢を叶えてみせる。俺様も負けないぜ。てなわけで、今日はここまでだ。みんな、次回も楽しみにしててくれよな。